はい、東洋ハリキュー整骨院院長の石丸です。お願いします。本日は、四十肩五十肩についてお話したいと思います。四十肩五十肩ですね、患者さんもですね、当院にたくさん来院されるわけですが、四十肩五十肩、こういった症状はですね、整形外科などに行かれて、診察診断を経てですね、あなたは、四十肩ですよ、五十肩ですよということで、痛み止めや湿布とかですね、そういった、治療をされて、あとは、マッサージとか電気とかでね、治療されてもですね、なかなか改善しないと、いう方がたくさん来られるんですね。それはね、東洋医学からすると当たり前なんですが、これはですね、他のね、症状でも同じことが言えるんですけど、四十肩五十肩ね、こういった患者さんが来られて、その他の症状を聞くとですね、その他の症状もこうたくさん持ち合わせていることが多いんですね。多いというか、ほとんどなんですが、その他の症状、その他の症状を包括的に見ないと、この四十肩五十肩も、治らないよというのが、東洋医学からすると、言えることなんですが、これは一例なんで、全て当てはまらなくても結構ですし、一部、当てはまる患者さんというのはね、いらっしゃるかと思うんですが、例えばですね、鼻の症状も、四十肩五十肩もあって、鼻の症状もありますよ、ね、鼻が、いつも調子悪かったり、小さい時から、鼻の、ね、調子が悪かったりですね、朝、起きると鼻の症状が、出たりとかですね、あとは、季節の変わり目とか、風邪ひくとものすごく鼻の、症状を訴えるとか、何しか、鼻の、症状があると。あとは目の症状ね、ドライアイ、眼精疲労、もしくは視力がものすごく良かったり、あとは勉強もねさほどしてないのになんかね学生時代の時に急に視力が落ちましたよとかね、そういった、あとは緑内障とか、そういったね、ことも入れていただいても結構ですね。あとは昔からすごい肩が凝るとかね、あとは腰痛があって朝起きると腰が痛いとかね、靴下履くと腰が痛いとか、あとはぎっくり腰をしたことがあるとかですね、あとはこう座骨神経痛のようなね、症状も出てしまうとか、そういったことも入れていただいても結構ですね。あとは手足が冷えるね、手足が冷えやすいとかね、あとは手足が冷えるのにちょっと 手がこう汗ばんでたりね、そういった患者さんも結構いらっしゃいますね。あとは生理痛、生理不順、これはもちろん女性限定なんですが、生理痛がすごい激しかったとか、激しいとか、生理の時に、頭痛が起きたりとかね、あとは気分のこう、すごいムラがあったりとかですね、あとは生理不順、あとはこう月経障害と、いうことではですね、卵巣嚢腫、子宮内膜症、子宮筋腫なんかもですね、入れていただいて結構ですね。あとは便秘、もしくは下痢、便秘下痢を繰り返す、そういったね、症状もあると。あとは逆流性食道炎だったりですね、胃炎とか胸焼けね、そういった内科的な症状もあるとかですね。あとは季節の変わり目になると、体調を崩しやすかったりですね、季節の変わり目に風邪をひきやすかったり、風邪をひいても咳がなかなか抜けなかったり、喉がものすごく痛くなったりですね、あとは小児喘息があったり、今もちょっと喘息気味だとかね、呼吸器系が弱いね患者さんもたくさんいらっしゃいますね。あとは朝起きるとだるいとかですね、日中ね、一日を通してなかなかこう元気が出ないとかですね、そういった体のだるさ、朝の症状をね、訴えると、寝て起きてもなんかもう本当に元気がもう出ないと、エンジンが、体のエンジンがかからないとかですね、そういった症状を訴えるとか、あとは皮膚の症状、乾燥肌があったりとかですね、アトピー性皮膚炎があったりとかですね、皮膚があんまり強くないとかね、そういった症状も入れていただいて結構ですね。あとは不眠、なかなか寝つけないとかですね、眠りについてもたびたび目が覚めて何回も目が覚めてしまうとかですね、そういうふうに眠りが浅い。あとは頭痛、筋筋肩こりからくる筋緊張型の頭痛でも結構ですし、偏頭痛です。偏頭痛もですね、入れていただいて結構なんですね。これ見てわかるようにですね、その他の症状もたくさん持ち合わせてるわけですよ。もしこの方が病院に行くとですね、鼻は耳鼻咽頭科、目は眼科、肩こり腰痛、四十肩五十肩は整形外科、
ね、今40肩と50肩の話してますんで、整形外科に、まあ、いらっしゃいということになるんですが、冷え症、まあ、これはもう西洋医学ではまあ意味不明ですね、生理痛、生理不順、まあ、子宮筋腫、内膜症、卵巣脳腫、これはまあ婦人科、便秘、下痢、逆流性食道炎は胃腸科、季節の変わり目に風邪ひく、これはもう西洋医学ではもう意味不明ですね、だるい、朝の症状、まあ、これもまあね、西洋医学だとまあ治せないですね、慢性疲労症候群とか言ってみたりね、まあ抗うつ剤を出されたりしてね、薬漬けになってしまうだけですね、まあ、皮膚の症状、ね、まあ、これはもう皮膚科、風邪、喘息、これはまあ内科か呼吸器科、不眠は心療内科、頭痛は脳神経外科ですね、このようにもう科がもうバラバラですね、もう絶対に治らないですね、こうなってくると。まあ、四十肩、五十肩っていうのはですね、まあ、1年から3年でですね、まあ、自然治癒もするんですが、その他の症状はまあ治らないですね。もちろんですね、この患者さんは四十肩、五十肩をまあ主訴、最も治してほしいとして来るんですが、その他の症状も治すつもりでここを治さないとですね、なかなか治らないですね。まあ、東洋医学からすればですね、その他の症状、包括的に症状を見て、四十肩、五十肩にドーンって治していくわけですよ。だから早く治るんですよ。だから根本治療になるわけですよ。東洋医学は常に全体像を捉えてやってきますし、何々かというのが存在しないわけなんですよね。もちろん体っていうのはもう全身つながってますから、全身を治すつもりでバーンって治していくわけですよ。もちろんですね、その他の症状 もう片っ端から取れますよ、ここに書いてる症状は。ね、例えば生理痛があったら話がずれますけどね、婦人科に行って もう痛み止めなわけですよ。ね、鼻が症状があったらね、抗ヒスタミン剤とかね、頭痛だったら鎮痛剤とかね、不眠だったら入眠剤とかね、体がだるいとかやったらもうこれ意味不明ですよね。皮膚の症状があったらね、まあ、ステロイドかも保湿剤とかね、逆流性食道炎とかね、またこう胃薬飲まされて便秘下痢、これもまあ胃薬ね、成長剤とか飲まされるわけですよ。もうバラバラで薬漬けですよね。だから全然治らないわけですよ。東洋医学はこういった症状がどこで一番病の根源としてあるのかというのを突き止めて、その病の根源を治して四十肩五十肩その他症状の全てを取るわけですよ。これはもう3000年4000年の歴史があって、もう論より証拠でも治りますからね。まあ、少し熱くなりましたが、四十肩五十肩でですね、お困りの患者さんはですね、東洋医学専門の治療院に行かれることをお勧めいたします。以上です。